は大阪府大阪市中央区に本社を置く化粧品メーカーである。大阪に本社を置く化粧品メーカー。美容室専売で一般消費者へは契約美容室を通じて化粧品を販売している。もともとは薬局を販路としていたが、1967年より契約美容室を通じた販売に転換した。社名は同社の創業者である宮添睦の誕生日7月27日にちなんで付けられている。新幹線車両の車窓から見えやすい範囲に設置されている野立看板の世界において、ローズテクニーと共に最大の広告主として知られており、上に大きく727、下に小さくコスメチックスと記した野立看板を展開している。現在の看板は3代目。多数の野立看板設置は、社独自の広告手法を追求したものであり、高速で走る新幹線車両の車窓において727を大きく表記することによって当社の看板であることをアピールするためである。東海道新幹線沿いには1979年から設置を始め、2014年現在では5分に1本見える程度の間隔で設置されている。このうち新幹線では東海道、山陽、東北、上越新幹線沿線に設置されている。沿線の広告物設置が条例で禁止されている九州新幹線のほか、北陸、北海道新幹線沿線には2018年、現在設置されていない。新幹線の沿線以外には、本社工場のある、柏原市の高尾山中腹及び同市も通過している、近畿日本鉄道大阪線の一部箇所にも、野立看板が設置されている。野立看板で、社名は広く知られるようになった一方、事業内容については周知できていないとして、2019年1月7日、朝日新聞にて、ウィキペディアの同社当該ページの2018年10月16日16時48分版、スクリーンショットを引用した全面広告を掲載した。この広告は、同年の日本新聞協会主催の新聞広告賞において、新聞とネットをうまく掛け合わせ、端的な表現で企業への認知と理解を深めたと評価され、広告主部門、新聞広告賞を受賞した。野立看板。神奈川県藤沢市内にて2020年4月撮影。ありがとうございます。